グオガンカイサムは中国のニコ演奏家、作曲家、打楽器奏者。ニコ奏者の父の下に生まれる。大学及びフランス留学時代には打楽器を学ぶ。日本のバンドであるティスクエアやカシオペアを愛好し、その影響で自らもバンドを結成した。2015年にフランスの芸術文化勲章を受賞した。2016年4月に初の日本公演を開く。 同年11月には、東京のサントリーホールで開かれた、古ーとニコによる、音楽会、先越日本に古僧奏者のスー・オサムリンと共に、参加した。スー・オサムリンとは中学校の同窓で、共に、信用音楽学院で学んだ間柄だった。ABCDE、日本原が奏でる、文化交流の調べにコ奏者、加敢が初来日公演。産経新聞。 https://www.sankei.com/entertainments/news/160405/en t 1 6 0 4 0 5で0 0 3 n 1 h t m l 二零二一年五月九日閲覧。日本でこそと2個の音楽界文化の日に、人民も日本語版。 http://j.people.com cnn320161105 c94473 か9137769 html2021 年5月10日閲覧先越日本古装よニコーン海催経業中国日大社ほど永出席人民網 http://japan.people.com <ッ> CNN12016 1104 C35465 から 28836380HTML2021 年5月10日へ図覧ありがとうございます